滑る族の機械を。このなんか化けの皮ペリペリペリってやりたい。このシーンもあるし、なんか絶対あるの変わるでしょこの人。はい、皆さんこんにちは。それでは FF10 やっていきましょう。続きだ。この先に行けばいいんだよね。確か前回はあのイケメン老師さんがあの通行止めになっていたところね、あの作戦実行のために討伐隊か、通れなかったところを、権力を使ってですよ、通してくれたっていう話でしたね。じゃあ行きますか、先に。よいしょよいしょ。どうなってたろう。いやー、権力素晴らしいね、ほんと。あ、そうそう、シーモア老師ね。あ、触覚が素敵な。スピラの各地より集いし、勇敢なる討伐隊諸君。ほいほい。俺の選んだ道を信じ、存分に戦うがよい、君たちの優先。エボンの老師、このシーモアが、しかと見届けよう。おお。なんか人間じゃなさそうだよね。なんか500歳ぐらい生きてそう。シーモア老師。アルベド族の機械を使う作戦だぞ。教えに反する作戦だぞ。教えに背いてはいるけど、みんなの気持ちは本当だと思うな。シーモア様もそう思ってらっしゃったんだよ、きっと。おい、ルー、ただの視察じゃない？アルベド族の機械、あれハイテクだったもんな、戦ったけど。ハイテクっていうか強かったもんな。やはりアーロン殿でしたか。もうあれ、お会いできて光栄です。この二人も知り合い。お話を聞かせてください。この10年のこと。あ、俺はユーナのガードだ。そんな時間。お、なんか確執がありそうだぞ。それはそれは、アーロン殿がガードとは心強いですね。はい。どうかそんなに緊張なさらずに。お前口説きにかかったらティーダーが許さねえからな。なぜにここにいらっしゃいますのでしょうか。普段の言葉でどうぞ。エボンの教えに反する作戦、止めないとまずくないですか。確かにそうですね。しかし討伐隊もアルベド族もスピラの平和を真剣に願っています。彼らの純粋な願いが一つになってミエンセッションが実現するのです。教え云々言ってられないってことですよね。エボンの教えに反するといえど、彼らの志は純粋です。あ、やっぱりあのユーナの言う通りとしてではなく、やったな。等しくスピラに生きる者として、シーモア・グアド個人として、私は声援を惜しまないつもりです。でもアルベド族の機械を。このなんか化けの皮ペリペリペリってやりたい。このシーンもあるし、なんか絶対あるの変わるでしょこの人。王子様がそんなこと言ったらみんなに示しがつかないっすよ。では聞かなかったことに。マジっすか。マジっすか。初めて見た時からシーモは好きじゃなかった。あ、ほら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 。でもこの時はシーモアの方が。あ、やっぱり皮かぶってんだろ。ほんとハイでやりたい。ベロベロンってベロベロベロンちょって。お、さてさてさて、お、今度はジョゼ・エボンジーン。あ、そっか、そこに向かうんだったっけね。わー、なんか音楽がちょ怖いんですけどって。ちょっと待ってね。で、一番最初はバトルしていこうか。それではね、ちょっとね、バトル基本カットでいこうと思うんですけれども、ありゃりゃ、おまる先制攻撃しやがって。よいしょ。あ、オーバードライブいけるんだ。あ、やばい、なんかご飯が炊けてる、いい匂いがする。今ね、ご飯炊いてるんすよ。よいしょ。はぁ、なんかサクサクサクっとやっちゃいますか。輪っかはこっちだね。はい。お、いいね、オーバーキル、ナイス。終わりだ。おっしゃ。先は長い。行くぞ。よいしょ。アビリティスフィアがね、めっちゃ足りんのよ、ほんと。お、コイドワイは先に。お、なに、ライフリング。あ、ありがとうございます。ちょっと待って、装備ちょっと変えますね。一回カッツ。よし、行きますか。
お、万能薬ありがとうございます。シーマーローション口利きで入っておいて出ていこうっていうのがなんだよ。あ、そういう、あ、そういうことか。はい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 。いや出ていきません、先に進みます。ムーンさんは先を見る女。よし行きましょう。さてさてさて、お、めっちゃなんかみんないい人やな、くれるんやけどいろいろ。あ、ちょっと待って、あ、そう祈る覚えた。味方全員の HP を回復、あ、これいいね、祈る。よいしょ。だから4私やってたんですけど、平夫それでもなんだっけ、あのエリザベスじゃなくて、あのヒロインの子が祈るとか覚えてよくやってたな、使ってたな。はシーモア老師がユーナさんのぜひとのことです。はユーナ呼び出し来た。え、ちょ、私心当たりないんやけどって顔しとるな。そっちの道からどうぞ。え、こっちの方は作戦準備でごたついてるんで、すんませんです。え、ちょ、え、はい。あー、どっちだ、こっちの道？治安内だって立派な任務だ。ほう、こっちじゃなくてあっちの道ですよ。この説明ダメでしたか？どっちって。あ、こっちか。方向音痴が炸裂しておりますがって、あー敵が。よし、じゃあ先行きます。あーやばい、もうバトルだけでね30分ぐらいやってんだけど。お、よし、いいね、ここでセーブ。よし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 。こうなんか あのバトルにね時間がかかるゲームって本当にあの実況の尺の予測がつかないんですよね。まあ いや頑張っていこうと思います。お、魔物の動きは活発になってます。気休め程度ですがどうぞ。あ、ありがとうございます。もうたくさんもらっちゃったよ、もうもらい物ばっかり、ありがとう。あ、ここ上がる部員長、おお、すげえ、いいね、こう自然がいっぱいって感じで。あー、やっぱバトルね。よし、じゃあ行きまーす、この先に。お、チョコボが待ってくれ。あれ、あ、先に行っちゃうのかな。よいしょ、んー、どうか、あ、下にセーブポイントか、なるほど。ふん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 。さてさて、あ、宝箱見っけ。お、連絡は受けております。この先の作戦司令部へお急ぎ。あ、はい、作戦司令部とな。じゃあここ開ける。お、万能薬やった。あー、もう、よし。老師様、紹介師様がいらして、隊員たちの士気も上がっています。うん、プロ、私も同様です。ありがとうございます。いやー、どういたしまして。なかなか敵とばっかりエンカウントしてですね、なかなか目的地に着かないという。うん、この下降りたいんだけどな、降りれるのかな。よいしょ、こんにちは。私の説得では作戦を止められません。あー、シリンダさん。でも討伐隊の方々を見ていると何もせずにいるのが辛くて。いい子だから、今は私にできることで力になれたらって思ってます。ほう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 。よいしょ、ちょ、あー、もう。よし、あー、ようやくここから上に上がれる。やべえ、めっちゃ時間かかる。バトルが多いんだよな、メッサー。おっしゃ、さて、お、お、エクスポーションありがとうございます。うれちいね、差し入れはやっぱうれちいね。で、上に行くとなんか見えるんですよね。よいしょ、うん、ぐぐぐ。よいしょ、でさらにここから上に上がるとズズズズズズズン。そろそろ着きたい。あ、あった、よし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 。お、あ、メガポーション、へえ、たくさんね差し入れいただいちゃって本当ありがたいでござるよ。
もうね、ここでね、もうね、実質収録時間50分とかやってます。めっちゃバトルしたわ。この先か。ちょっと待って、ちょっとこっち側見てきていい？あれ、なんで先輩だけですか？俺も前線で戦わせてくださいよ。上の決定だ。俺だっていつまでも新米じゃないんです。前線に出してくれたら証明してみせますよ。あら、司令部を守るのも大切な任務だろうが。あら、俺がビサイドからここまで来たのは真と戦うためです。分かっているが命令だ。さっさと配置につけ。ルッツさん死にそうだな。なんか死にそうなフラグがビンビン立ってるんですけど。あ、上の決定には逆らえませんよね。あー、このカップルもお別れになってしまうのか。つらいよ。あー、お、元気出せよ。通行許可が出たのか。出ました、ルッツさん。ガッタ、かわいそうだったな。戦わずに済んで運がいいじゃねえか。大体なんで戦うんだ。主役はアルベド族の機械だろ。はっきり言ってしまえば、俺たちの戦いは、そう、機械の準備が整うまでの時間稼ぎ。結局はなんか、ねえ、なんだろう、討伐隊の犬みたいな感じか。もう話す機会がないかもしれないから。あー、やだ、もうそういうこと言わない。ルッツ、ダメダメダメ。なんだ、お前の弟を討伐隊に誘ったのは。ああ、す、ああ、すまん。落ち着けわけか。わっか、一緒にブリッジやってみよう。大会で一回でも勝ったら、勝ったらルーに結婚申し込むって。あー、やっ、そうそう、なんかコメントでも教えてもらったんですけど、やっぱりあのわっかの弟とルールーそういう関係だったみたいですね。わー、でずっと隠してたのか。まあ隠したい気持ちも好きな女と一緒にわかるけど、そいつの近くに真を近づけないように戦う、そっちの方がかっこいいかもってあいつは言ってた。ルー知ってた。あーね、だからダメって言ったんだよね。多分知ってたよね。この旅に出る前に。ルールのパンチも効いた。どっちからも殴られたのか。前線に配属された隊員は速やかに海岸に集合。悪い、時間だ。ルッツ、死ぬんじゃない。でももう会うことないって言ってたから死ぬ覚悟で行くんでしょ。殴り足りないか。全然足りねえ。辛い。生きて帰ってこいよって。いやでもな、死ぬフラグビンビン立ってるからな。ルッツさん、ダメ、行っちゃダメ。ありがとう、ユナちゃん。行っちゃダメ。通してやれ。お前が召喚師の道を選んだ過去、この男の過去は同じだ。邪魔する。いや、わかるんだけど。なんか自分のせいなんて人とか、自分の大切な人とかがさ、生きるか死ぬのかが、けたのか、それが分かったのは、ずっと生きるか死ぬか分からない戦場に赴くってなったら、もう意地でも止めると思うけど。やばい、超泣きそうやったな。いや、ルールーも辛いだろうな。なんかあの、きっとさ、あのワッカに話すか話さないかっていうのすごい悩んだと思うんだけど、ルールの中でもね。
でも結局はなんか黙ってた方が幸せだったんじゃないかってもう思うけどね。いやー面白いわ。よし、ということでちょっと収録時間が1時間になってしまったので、カットするとどのぐらい短くなるか分かんないですけど、今回はここで終わりにしようと思います。はい、それでは皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。